イムタ池は、鹿児島県薩摩仙台市家道院町イムタにある、直径約1キロメートルの火山湖である。1921年3月3日に、イムタ池のデータ形成植物群落の名称で、国の天然記念物に指定され、2005年11月8日付で、ラムサール条約指定湿地に登録された。周囲を、船見学、山王学、片城山、園見が城、 イいも山などの山々に囲まれており、流入する大きな川はない。地水は池の東端から流出しあと川内側、日脇川を経て川内側に至る。故障形成サイクルの晩期に相当し、堆積物によって埋まりつつある。池の色は、ウーレ水色標準14番を停止茶褐色に濁っている。水質は、pH6.8 の酸性を示し、 有機物を多く含んでいる。水面の北西側約3分の1は、湿原になっており、泥炭の堆積物で形成された浮島が点在する。泥炭の浮島を形成する湿原は寒冷地に多く、見られるが温暖な地域に存在する例は少なく、石炭の生成過程を知る資料としても貴重である。ことから1921年に、イムタイケの泥体形成植物群落として、 日本国の天然記念物に指定された。周囲は、鹿児島県内有数の桜の名所である。温暖な地域であるにもかかわらず、浮島が形成されているが、この浮島を形成には、ネビキグサ、ヨシや太いなどが主に関与している。これらの種が、浮島やデータを形成しうることを示す点でも、重要なものとされている。2009年8月30日イムタイケの ドブガイ地範には、ヨシやマコモが茂り、水中にはジュンサイ、ヒツジグサ、ヒシなどの水草が多く見られる。巨類としてオイカは、キンブナ、メダカなどに加えて、ブラックバスも生息する。貝類は、ドブガイも生息する。水草に加えて、水鳥や、ベッコウトンボの生息地としても貴重であることから2005年、ラムサール条約湿地に登録された。大正時代以前は、 イグザの産地として知られ、毎年秋になると、村人総出でイグザを刈り取る、糸りと呼ばれる行事が行われていた。地販の水田や畑は、わずかしかないが、漢方年間から法歴年間にかけて、池の東端付近に、長さ380メートルのトンネル水路が開作され15、長部の水田が開かれた。1五十三年に、鹿児島県の県立自然公園に指定され、 観光保養地としての開発が進められた。イムタ池には男流女流の伝説がある。池で仲良く暮らしていた男流と女流のうち男流が霧島山の大波池の女神と暮らすようになり、相当は知らずに残された女流が男流の無事を祈って毎晩用意した掛け膳が数百年かけて積もったものがいい森さんであるとされる。また、事情を知った女流が 男流を追って、大波池まで地下を掘り進もうとしたところを誤って、途中の住吉池に出てしまい、このため、イム大家でイグサを刈り取る時の水の濁りが数日後に、住吉池に現れるという言い伝えも残されている。船見学山の竹館の遊歩道に存在する巨岩、流石はこの女流が姿を変えたものとされている。イム大家へ戻った男流は、変わり果てた姿の女流に、 幾度も誤り続け、それを知った村人たちが、夫婦の竜を再開させるために行った祭りが、現在も残る、竜人祭の始まりとされている。イムタ火山の約50万から35万年前の火山活動で、東山約4キロメートル、南北約7キロメートルに広がる溶岩ドーム群が、形成された。最後に東側を塞ぐような形で、溶岩ドームの飯い森山が形成された。 このようにしてできたくぼ地に水が溜まって湖となったものがイムタイであるがイムタイの生因が山体の崩壊であるのか干没地形であるのかはっきりしていない。ありがとうございます。